大倉雄一君。皆さんおはようございます。おはようございます。改革市民の会大倉雄一です。本定例会においても登壇をさせていただきます。登壇の機会を与えていただきました市民の皆様に感謝を申し上げます。早速質問に入らせていただきます。まず市立病院についてお尋ねします。市立病院は熊本地震以降病棟が閉鎖された状況が続いております。市立病院は自治体病院として不採算医療を担い、後方支援を果たしてきたものと認識しています。昨年の7月には、市立病院の早期再建を願う8622名の署名を添え、市長に要望を行った経緯があります。方向性が示されない中、ようやく先の定例会一般質問に答える形で、市立病院の方針が示されました。その方針とは、病床は市内の公的医療機関である市郡の両医師会病院、熊本総合病院、熊本労災病院に対し譲渡し、病床を譲渡し、外来診療については病床の譲渡先に運営していただけないものか相談をしているとの内容でありました。すなわち市立病院の再建は断念するとの方針でありました。唐突感は否めず、残念で驚くものでありました。市民の中には、市立病院のことは今後どうなるのか、関心と不安の声が大きいものがあることから、今回お尋ねをいたします。市長は財政的に厳しいとの認識を示されましたが、改めてこの厳しい状況を具体的にお示しいただきたいと思います。また12月議会で市長が明らかにされたベッド譲渡や譲渡先による外来診療の運営方針に変わりはないのかお尋ねをいたします。以上で壇上からの質問を終わり、再質問以降は発言者席から行います。市長、中村博夫君。おはようございます。おはようございます。議員お尋ねの八代市立病院についてお答えいたします。前回の12月議会でもお答えいたしましたように、市立病院を現在の一般の入院ベッド66床の規模で建て替えるとなれば、約40億円から50億円の建設費が見込まれます。また、建設費の財源となります記載も、市立病院は熊本地震で建物が損壊したわけではございません。将来的に地方交付税で賄われるますような災害復旧事業債などの対象とはなりませんでした。その後、運営におきましても、本来の医療部分にかかる異業収支でも、赤字に加え、記載の償還や減価償却費なども発生しますので、年間約4億円から5億円の赤字となる見込みでございます。こうした赤字部分を補填するためには、ほかに財源も見込めませんので、一般会計からの繰り出し金で賄うことになります。結果として、一般会計にも大きな負担となってまいります。こうしたことも踏まえ、12月議会におきまして、市立病院の入院ベッドを八代医療圏域の公的な医療機関に再編移転し、
外来機能につきましても、このいずれかに事業譲渡し、現地で運営していただくという方針を決定したところでございます。その後もこの方針については変更はございません。大倉雄一君。はい。私立病院について、市長は次のように役割を述べておられます。これまで県の政策医療である結核医療のほか、地域に根ざした自治体病院として地域の医療機関や介護福祉施設を利用される方々と連携した広報支援機能を担っている。八代医療圏における急性期医療を過ぎた患者さんを受け入れ、住み慣れた地域や在宅へ返す、あるいは逆に在宅や介護施設などにおいて急に具合が悪くなった場合に急性期医療まで必要のないような状態の患者さんを受け入れ医療を提供するといった、いわば地域と医療の架け橋をですね、その役割を果たしてきたというふうに認識しているというふうに一般質問の答弁でお答えになっております。そこでお尋ねをしますが、私立病院を公的医療機関に譲渡をするとの方針を判断される中で、医療における不採算部門や広報支援機能の担保についてはどのように整理をなさったのでしょうか。またこのことに対する財政負担はあるのでしょうか。市長にお尋ねいたします。市長中村博夫君。まず1点目の12月議会後の協議状況についてでございますが、本市では昨年11月中旬下旬に八代医療圏域にあります4つの公的医療機関に対しまして、入院ベッドの受け入れと外来機能の事業譲渡について移行調査を行い、個別の協議に入っております。今回の再編では厚生労働大臣の同意を必要としますことから、この同意を得るために県との協議を早急に始めました。県はその協議を受け、先月から厚生労働省と県との協議を始めたところでございます。2点目の入院ベッドと外来機能の譲渡に伴います財政負担でございますが、まず入院ベッドの再編移転は、移転先の医療機関がそれぞれ施設の整備を行いますので、市からの財政負担は生じません。また、外来機能の事業譲渡につきましては、病棟を閉鎖することに伴う電気や水道の改修経費や、仮設外来診療等のリース債務の繰り上げ償還などが見込まれるところでございます。なお譲渡後の運営に対しまして市から財政支援を行う予定はございませんが、現在譲渡にかかる条件を含め協議を進めているところでございます。最後に不採算部門の整理と広報支援機能の担保についてでございますが、これまで私立病院は結核医療や平均在院日数の長い患者さんを中心に受け入れているなど、採算性が低い医療を担っておりましたので、こうしたことにも考慮し、今回の再編移転の相手方として民間の医療機関ではなくて八代医療圏域の4つの公的な医療機関を対象としたところでございます。議員が心配されておられます入院ベッドの広報支援機能の担保につきましても、移転する入院ベッドの医療機能は回復期機能または慢性期機能として、合わせて地域包括ケア病床とすることを条件とするなど、
これまでの私立病院が担ってまいりました広報支援機能の担保を図ってまいります。以上お答えといたします。はい、大倉雄一君。はい、現在の私立病院の規模で建て替えたとするとということを前提にお話をいただいたというふうに思っておりますが、多額の建設費用、そして維持管理費がかかる、毎年の経営赤字も膨大なものとなることから財政的に厳しい、財源も見込めないといったところが答弁の中にあったかと思います。しかし病院は生命を守る施設でありますし、医療行為による収入を得る施設でもあります。1億5000万円弱の法定内の繰り入れを行い、単年度収支で黒字経営となった年度もあったわけですし、法定内繰り入れを極力抑える病院経営を検討されるべきだというふうに私は思っております。それこそが公立病院に求められている改革プランであるというふうに私は認識をするところです。そして、赤字がある、赤字だから運営が厳しい、財政的な支援も見込めないというところをもって民間に譲られるということが果たして理にかなっているのかですね、道義的にどうなのか、あまりにも行政が勝手すぎるんではないかといったところもですね、側面には感じられる部分もあるんではないかというふうに思います。また地域医療構想調整会議が今開かれております。それぞれの医療機関の役割が明確になることで、医療機関が区別化され自治体病院への期待が高まるものと思いますし、以前よりも経営が安定することも考えられるのではないかというふうに思っております。このことも検討した上での方針と言われるのであれば、議会にも情報として説明をされるべきですし、その影さえ感じられませんでした。私立病院は市民の財産です。その財産の決定にあっては、市民との合意形成を丁寧に図っていくべきだというふうに私は考えております。医療の原則は居住地域内で完結することであります。急性期の医療機関を退院しても回復期に転院できず、社会復帰への支援が機能せず自宅へ戻り、また容態が悪化して急性期へ搬送されるというような悪循環が現在増えていると聞き及んでおります。赤字だけを理由に判断されることは非常に乱暴ではないかというふうに思いますし、そのために公的医療機関の中で唯一自治体病院だけが自治体の一般会計から病院会計へ繰り入れることを法律で認めています。そして国も在宅介護へ舵を切っています。このことも考慮するならば、答弁にもありましたが、包括ケア病棟として私立病院を存続していく、その判断が私は望まれるものだというふうに思っております。市民の幸福を考えるとき、赤字だけが表に出てはいけないというふうに思いますし、医療におけるセーフティーネットとしてぜひとも存続をしてほしいものであります。3月12日、ちょうど1週間後になりますが、地域医療構想調整会議が開かれるという予定が組まれております。この会議を見守るとともに、私立病院がやっぱり必要だったね、やっぱ必要ばいと市長から口に出ることを願い、この講を終わります。大倉雄一君。はい、次に保険税の値上げについてお尋ねします。
平成30年度から国民健康保険制度が都道府県化されます。都道府県化の概要変更点を伺います。また保険税の値上げが提案されていますが、値上げ幅とその内訳を伺います。次に平成30年度から介護保険制度において第7期の運用に入ることになりますが、介護保険料についても値上げが提案されています。なぜ値上げとなったのか、見直しの理由を伺います。まず国民健康保険税のみ答弁をお願いします。山田健康福祉部長。おはようございます。おはようございます。議員ご質問の2項目目、保険税の値上げについてのうち、括弧1、国民健康保険税についてお答えをいたします。今回の国保制度改正は、平成30年4月1日から市町村が担う国保事務の効率化、標準化、広域化を推進するため、市町村とともに県も国保の保険者となり、県は国保財政の責任主体となって、国保事業の運営を担っていくものであります。これにより、市町村で収納した国保税等を県に国保事業費納付金として納付し、必要な保険給付費を県から交付いただく仕組みに変わります。この納付金は、県が県全体の医療費の見込みを立て、各市町村の費用検査指数や所得水準、医療費水準を考慮し、市町村ごとの納付金を決定します。平成30年度本市の納付金は約48億円であり、これに必要な国保税収等については、県から市町村ごとに標準保険料率が示され、これを参考に国保税率を検討いたしました。一方、本市国保財政の状況につきましては、平成25年度から医療費の伸びが著しくなり、財政状況が悪化したため、基金により財源の手当をしたところでございますが、それ以降、財政状況は好転することなく、平成27年度には基金が枯渇し、3.3 億円の赤字に転落いたしました。現在、この赤字分は、翌年度の歳入から繰り上げ重要しているところですが、平成28年度決算では、単年度 1.6 億円、累積で5億円の赤字でございまして、平成29年度は単年度3億円、累積赤字は約8億円になるものと見込んでおります。このことから、今回の税率改定は、制度改正に対応する分に加え、累積する赤字の解消も同時に図っていく必要がございます。赤字解消については、被保険者の過度な負担とならないよう、10年をめどに解消を図ることとした設定といたしました。内訳としましては、今回の制度改正、いわゆる国保の都道府県化による増額が、一人当たり年額で約4100円、率にして 4.3% の増、累積赤字解消による増額が約3000円、率にして 3.2% の増、合わせて約7100円、7.5% の増でございます。以上、お答えとさせていただきます。大倉雄一君。値上げということを聞いて、非常に残念に思ったわけでありますが、今回の保険制度の改正、それから赤字、累積赤字の対応ということで、4100円と3000円分、合わせて7100円と
いうことになったということが、ことを理解したいというふうに思います。そこで、早速次の質問に移らせていただきますが、この値上げ分に対する激変緩和というんでしょうか、値上げ分を和らげるような取り組み、また一部では法定外の繰り入れもですね、やるべきではないかという声もありましたし、私も法定外を繰り入れをやって、この緩和をするべきではないかというふうな思いを持っていたわけですが、その取り組みについてどのような検討がなされたのか、その結果について、健康福祉部長にお尋ねいたします。山田健康福祉部長。はい、自席からお答えいたします。国保都道府県課に際しまして、熊本県においても保険料水準の激変緩和の経過措置が取られております。この激変緩和措置では、国保都道府県課に伴う保険料水準の急激な上昇を抑えるため、納付金の算定時に公費を配分することにより軽減されるもので、本市はこの措置の適用対象となっており、1人当たり年額3213円の緩和措置がなされております。また一般会計からの法定外繰り入れにつきましては、財政部局と検討を重ね、平成30年度から子ども医療費窓口無料化に伴う国庫支出金減額分約1000万円の補填を行うこと、これ以外の赤字補填繰り入れは行わないことといたしました。ただし今後も検討は継続してまいります。以上答えといたします。すいません、言い忘れましたが財務の方にもお願いします。岩本財務部長。はい、おはようございます。おはようございます。大倉議員お尋ねの法定外の繰り入れについてお答えをいたします。国保事業は国民健康保険法に基づき特別会計の設置が義務付けられており、国保特会の財源は国、県、市の公費負担と国保加入者の保険税負担で確保する仕組みになっております。本市におきましては総務省が示す一般会計繰り出し基準に基づくルール分を繰り出しているところですが、一般会計より法定外繰り出しを行うとなれば国保制度の恩恵を受けない他の保険加入者にも国保の負担分を余分に強いることとなり、公平性を欠きますので法定外の繰り出しは行わないことといたしております。ただし例外として子育て支援策として実施している子ども医療費の無料化につきましては、国からの療養給付費等負担金と普通調整交付金を一部減額されておりますので、その補填として平成30年度より繰り出すことといたしております。以上お答えといたします。はい、大倉雄一君。はい、県の方から緩和措置ということで3200円をちょっと超える緩和措置が取られているということが、分かりました。これ足すと7000円ですね、もともと7000円ぐらいあったのが、緩和措置という形を取って、4100円ですか、という形になっているというところを理解したいというふうに思います。この、また法定外繰り入れという点についてもお尋ねしましたけれども、今回保険制度が都道府県化されるということを一つのきっかけとして赤字、累積赤字の補填ができないのかなというふうに思ったところでもありました。非常にお堅い財政運営をされる財務部長の
答弁を聞いて、確かに不公平感はあるのかなというふうに思ったところですが、やはり負担感というものは軽い方がいいわけでありますので、これからまた一層のですね、検討を積み重ねていただきたいというふうに思いますし、今後の委員会での、議論を見守ってみたいというふうに思っているところです。国交税の最後になりますが、この今後のですね、見通しという点ではどのような見解をお持ちでしょうか。健康福祉部長にお尋ねいたします。山田健康福祉部長。はい、自席からお答えいたします。今後おおむね10年をかけて国保財政健全化を目指すところでございますが、増税による収納率への影響が懸念されるところでもございます。この点につきましては、今後も滞納者の実態の分析等を行い、個別指導等の強化を図りながら、納税機会の確保のため、納税方法の拡大を検討するなど、収納率向上に取り組んでまいります。しかしながら、基本的には医療費の増加をできる限り抑えることが、国保税増税の抑制につながりますので、引き続き特定健診の受診率向上をはじめ、ジェネリック医薬品普及促進などの医療費適正化をさらに推進していくところでございます。以上お答えといたします。大倉雄一君。はい、昨夜のテレビでライズアップが、民間のですね、健康増進に、進出するというですね、番組があっておりました。それは、60歳以上の人を集めて、健康増進をやって、今までかかっていた医療費、これの削減分の、医療費のが効果を出せば、その効果の上がった2分の1をライズアップがもらうと、受け取るというような仕組みだそうです。このような取り組みをですね、長野県のどっかの自治体、すいません忘れましたけれども、そちらの自治体で取り組みをされるというような報道があっておりました。非常に視点の変わったですね、いい取り組みではないかなというふうに思ってみたところであります。こういう取り組みにもですね、今後、検討の枠を広げて、取り組んでいただければと思うところです。次に、本質でお尋ねをしました介護保険についてお願いいたします。以上、山田健康福祉部長。はい、議員ご質問の2項目目、保険税の値上げについてのうち、括弧に介護保険料についてお答えする前に、第7期介護保険事業計画期間、すなわち平成30年度から平成32年度までの介護保険の財源構成についてご説明いたします。介護保険では、介護給付に要する経費に対する財源として、公費で半分、保険料で半分を負担いたします。このうち保険料に関しましては、65歳以上の第1号被保険者が 23%、 40歳以上65歳未満の第2号被保険者が 27% を負担する仕組みとなっています。市では第1号被保険者保険料について条例で定め収納いたします。第2号被保険者保険料につきましては、法令に基づきまして、各医療保険者が医療保険料や保険税と一緒に徴収し、社会保険診療報酬支払い基金を通じて、市へ介護給付費の 27% 分が交付されます。議員お尋ねの介護保険料につきましては、介護保険事業計画の中で額を設定しております。現在の第6期介護保険事業計画は、平成27年度から29年度の3年間の保険料を設定しており、第7期介護保険事業計画は、平成30年度から32年度の3年間の保険料を設定しています。
この事業計画は介護保険法に従い、国が定める介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針に基づいて策定するものです。また、全国の市町村と都道府県、国が一斉に計画を策定し、国、県、市町村の計画内容が完全に整合する必要があります。そのため、介護保険料につきましては、3年に1度必ず設定し直すことになります。さて、介護保険料の算出方法といたしましては、まず平成30年度から3年間の保険給付の見込み額を算出します。本市においては、453億5200万円余りを見込んでいます。次に、先ほどご説明いたしました財源構成のうち、第1号被保険者保険料で担うべく、保険料収納必要額の3年間の合計額を算定いたします。本市においては91億100万円余りになっています。この保険料収納必要額をもとに、第1号被保険者の3年間の延べ人数及び、介護保険法施行令に規定する所得段階区分等により、保険料の基準額を算定いたします。本市の第1号被保険者の3年間の延べ人数は11万8000人と推計し、そこから算出した基準額は年間7万8000円です。その後、所得段階区分ごとの両立を乗じまして、区分ごとの年間保険料を算出いたしております。第6期の基準額は年額 6万9600円でしたので、約 12% の増となっています。その理由は、介護給付費が第6期の3年間の合計額、約401億1500万円から約 13% 増加したことに加え、第1号被保険者が担う割合が第6期の 22% から第7期の 23% へ 1% 増加したことによるものです。以上、お答えといたします。大倉雄一君、はい、詳しく答弁をいただきました。第6期の基準額が年額、69,600円、基準額ですね。で、7期が、基準額が7万8000円ということですので、おそらく基準額ベースでいきますと、その差額である8400円という金額が、引き上げになる、値上げになるということで理解をしたいというふうに思います。そこで、最後のお尋ねになりますけれども、9段階に、介護保険は分かれていると思いますけれども、この9段階目の高所得者層をさらに細分化し、低所得層の負担を緩和する取り組みができないものかというふうな質問が以前行われておりました。この検討について、どのような検討がなされたのか、その結果につきましてもお答えをお願いしたいと思います。山田健康福祉部長。はい、自席からお答えいたします。高所得者が低所得者をカバーするように第9段階をさらに分割して所得段階を設定する方法を弾力化と呼び、実施している市町村もございます。このことにつきましては、昨年6月の文教福祉委員会におきまして、検討のご要望をいただいたほか、介護保険事業計画等策定評価審議会におきましても、検討を求められた経緯があります。そこで、他市を参考に、本市の第7期計画の介護保険料のうち、第9段階を分割し、第10段階から第13段階を増やした上で試算しております。その結果、
第13段階の両立を 3.0、 第12段階を 2.6、 第11段階を 2.2、 第10段階を 1.9 に設定した場合、第10段階から第13段階までの約900人の負担増により、第1段階から第9段階までの約4万6000人の保険料を基準額について月額100円軽減できることが分かりました。しかしながら最高料率においては弾力化前の 1.7 から弾力化後は 3.0 へ上昇し、介護保険料も弾力化前の年額13万2600円から弾力化後の年額23万400円へ約 74% 増加いたします。弾力化を実施している市町村におきましては、最高料率が 2.0 から 2.3 以内であり、保険料も 30% 前後の増にとどまっていることから、本市の試算では高所得者の負担が非常に大きくなりすぎて公平性に欠けると判断をいたしました。また30年度以降の所得段階の判定におきましては、土地売却等に伴う長期譲渡所得について特別控除適用後の合計所得金額を用いることになっておりますので、第10段階から第13段階の人数減少も懸念されます。よって第7期介護保険事業計画におきましても弾力化は行っておりません。以上お答えといたします。大倉雄一君。はい。本定例会に、市長も、被保険者であろうと思いますが、市長をはじめとする特別職の給与の増額、また市議会議員の報酬の引き上げの議案が本定例会に提案されています。皮肉なものであります。今の緩和措置につきましては、しっかりと取り組んでいただいて、検討まで、していただいたということはですね、評価をしたいというふうに思います。また、9段階目をですね、分割して軽減を図るというところにつきましては、あまりにも負担変化が大きすぎるということで、今回は見送ったということでございます。その点につきましては、理解をしたいというふうに思いますが、その方法という部分につきましては、私は理解できるものでありますし、支持をしたいというふうに考えているところであります。今後も引き続きですね、この点につきましては、取り組みを、検討を進めていただきたい、いろんな情報収集の中で検討を進めていきたいという、いただきたいということを要望し、この項を終わります。山田健康福祉部長。すみません、先ほど答弁をいたしました、最後の答弁でございますが、介護保険料の第1段階から第9段階までの人数を4万6000人と申し上げましたが、4万600人が正しい数字でございます。お詫びして訂正申し上げます。大倉雄一君。はい。次に移ります。新庁舎建設方針と事業費についてお尋ねします。新庁舎建設方針については、分散型で延べ床面積1万9000平米、事業費112億円の提案が執行部からなされ、議会は可決をしております。この可決の時点においても事業費が高いとの意見が多かったことを踏まえ、さらなる事業費の抑制を図ることをはじめ、4項目の付帯決議をつけて、市長に送付をした経緯があります。昨年の10月には基本設計の提案予定が示されず、昨年の12月定例会で一般質問に答える形で延床面積の7000平米の増床、
50億円の増額が市長から述べられたところです。耳を疑いました。ひも解けば、市長が2期目の就任記者会見で集中型を求める声が多いとも述べられたことに遡ることかもしれません。執行部が提案し、さらに変更されること自体、理解に苦しむ内容であります。なぜここに来て、延べ床面積の増床や事業費の増額が生まれたのか、基本構想との整合性が図れているのか、このような提案となった経緯と理由を財務部長にお尋ねします。以上。岩本財務部長。大倉議員ご質問の新庁舎建設方針と事業費についてお答えします。お尋ねの基本構想との整合性および面積が増床した経緯についてでございますが、現在進めております基本設計は新庁舎建設の指針としている基本構想に掲げる新庁舎の目指す方向性である市民に優しい庁舎や変化に対応できる庁舎、安全安心の拠点となる庁舎、環境に優しい庁舎、交流の拠点となる庁舎、歴史と景観に調和した庁舎、市民に親しまれる庁舎の7つのテーマに基づき設計業務を進めているところであり、昨年の12月にお示ししました基本設計方針は基本構想を踏まえたものであると考えております。また基本設計を進める中で市民の皆様からいただいた新庁舎に求める機能を整理しました結果、災害支援、災害対応スペースなどの防災拠点、災害対策活動拠点機能や市民の利便性向上を図るワンストップ機能にかかる分などが不足していることが分かったところでございます。そのため延べ床面積につきましては災害活動拠点の拡充を図るため地下免震層を活用した災害対応スペースおよび災害対策本部並びに関連諸室で約5000平方メートル、子育て部門の集約や市民活用スペースの充実などで約2000平方メートル、合わせて約7000平方メートルの増床を見込み、全体規模を約2万6000平方メートルとしているところでございます。以上お答えといたします。はい、大倉雄一君。はい。市長、財務部長、執行部の皆さん、まずですよ、まずお詫びをするべきじゃないですか。お詫びから入るべきじゃないですか。執行部が提案されたものを変更されたんですよ。そして10月には基本設計の案を提示できるものということで説明を何度もされてきた、そういうスケジュールであったと思います。すでに5ヶ月経っています。今の増やした分を検討しているからということでしょうけれども、お詫びがないのは残念に思って聞いておりました。地下部分を5000平米増床との考えを示されました。免震構造とされるため地下を有効に活用したいとの考えは理解できます。しかし地下については非常に懸念するものがあります。一つは東日本大震災の被害を大きくしたのは地下に非常用設備を設置していたため、このような被害が拡大したと指摘されています。二つ目に液状化の懸念です。さらに冠水の懸念であります。これらの液状化や冠水の懸念につきましては、データにつきましては
国土交通省などの情報から得ることができます。そこで地下を活用するにあたり、地下の安全性をどのように考えておられるのでしょうか。財務部長にお尋ねします。岩本財務部長。はい、自席からお答えをいたします。お尋ねの防災拠点の機能として予定している地下の活用と安全性についてお答えをいたします。まず地下の活用としましては、災害発生時において雨天でも活用できる防災拠点機能の一部として、主に救援物資や災害対応ボランティアの受け入れスペースや医療関係のトリアージスペースといった災害支援スペースとしての活用を見込んでおり、平常時は公用車駐車場として有効に活用することとしております。次に地下の安全性についてお答えします。地震に対しては、通常土の中の方が揺れが小さいことから、地上より地下の方が安全ということになります。また地震による液状化対策としまして、建物の基礎に当時の旧庁舎では設計上必要なかった杭打ち工事を予定しております。そのほか浸水対策としまして、敷地内の盛り土を行うことで地盤高を上げるとともに、建物内に止水板の設置を予定しているところでございます。さらに大規模災害の発生以後、できる限り速やかに市役所としての業務並びに自立災害活動の継続に必要な対策として、自家発電装置並びに関連する機械室などは浸水の影響を受けない最上階に設置することとしております。以上お答えといたします。大倉雄一君。はい、自然災害に対する認識も示していただきまして、地下に施す対応についてもお答えをいただきましたが、はい、そうですねというふうに、ストンと胸に落ちるものではありませんでした。さらに、この点については調査を進めたいと思いますが、免震構造とはいえ、免震は私の知識でいきますと、上部の、構造物に対しての、触れを抑制していくということになると思います。私が心配した液状化、それから浸水という面は、側面の崩壊によってもそういうことが可能性としてはあるというふうに思いますので、その点については今後の調査の中で理解を深めていきたいというふうに思うところであります。次に建設単価について質問をするようにしておりましたが、時間の都合上割愛させていただきたいと思いますが、紹介だけさせていただきたいというふうに思います。建設単価については、近年の庁舎建設事例の請負工事費の平均を求め、地盤状況とコスト状況を見込み、平米当たり50万円とされて検討が進めて積算がされてきたものというふうに理解をしています。過去の特別委員会で、今後建設される鳥取市役所を参考にしたいと説明されていたことを記憶しております。鳥取市役所をご紹介しますと、22,269 平方メートルを免震構造で、場所打ち交換コンクリート杭と液状化対策の、静的締め固め、砂鋼というんでしょうか、2つの杭を打ってあります。深いやつと浅いやつですね。本市が目指す庁舎建設と類似した工法であるというふうに考えているわけですが、97億円で建設をされております。この建設単価は平米当たり43万円です。ちなみに議運で視察に行きました立川市、25,981 平米、地上4階、PC 作り、鉄骨作りと、地下は RC 構造です。ここも免震構造で、事業費は83億円、平米当たりの単価は32万円。青梅市は21,735平米を、地上7階、鉄骨鉄筋コンクリート、免震構造、
事業費89億円で、こちらは平米当たり41万円で建設されています。いずれも東日本大震災前の竣工というふうにはなっております。本市はといいますと、2万6000平米を130億円という、かなり大きな平米当たりの単価に直しますと、50万円ということになります。しかも、贅沢で税金をかける市役所となっていますが、新庁舎、八代市の新庁舎は高くないんでしょうか、と思うのは私だけでしょうか。今回増床された7000平米、事業費50億円を平米単価に直しますと約70万円を超えます。地下の建設費用が全体の事業費を引き上げるようであれば、屋外に防災機能を併せ持った駐車場を建設することも一つの方法であるという思う次第です。現在の庁舎建設方針は非常に贅沢な方針になっていると思います。自然災害に耐えうる耐震基準を満たした庁舎を建設する必要があることは理解しますが、財政を考えるならば品質を維持し、より安価な価格での取り組みが望まれると思います。市長にお尋ねしますが、市長はこの事業費を圧縮しようとするお考えはお持ちでしょうか。お聞かせください。市長、中村博夫君。ご質問の事業費の圧縮についてお答えいたします。もちろん圧縮する考えでおります。現在想定しております事業費の財源のほとんどが被災になりますことから、後年度負担を考えなければなりませんが、中期財政計画で見込んでおりますように、財政の健全性を図る仕様であります。実質公債費比率や将来負担比率も健全の範囲内で推移する見通しであります。今後進めていく実施設計において、構造や仕様等の検証を行うことで、財政仕様を注視しながら、過度な財政負担にならないよう努めてまいりたいと考えております。はい、大倉雄一君。はい、抑制することに、当然というようなお言葉を、いただいたというふうに思います。申し入れを先月の26日に行ったときも、建設費の縮減の努力はすると述べていただいておりますので、今後の取り組みに期待をしたいというふうに思います。はい、大倉雄一君。はい、終わりに雇用について伺います。雇用は私たちの生活を安定させ、人材の流出防止や定住促進にも効果があり、誰もが必要と認識するものだと考えます。これまでこのテーマで繰り返し質問をしてきましたし、常に市民の関心も高いことから再度質問に取り上げた次第であります。まず今年度の取り組みの内容とその活動からどのような課題が見えたのか、今年度の総括をお尋ねします。またその総括に対する取り組みが平成30年度に反映されるものと考えますが、平成30年度の取り組み方針も合わせてお尋ねします。議長、辻元経済文化交流部長。はい、おはようございます。おはようございます。議員ご質問の雇用についての平成29年度の取り組みに対する総括と、平成30年度の取り組みについてお答えいたします。まず、平成29年度の取り組みとして、主に3つの取り組みについて、その内容と実績をご説明いたします。1つ目に、雇用促進対策事業では、
八代市就業資格取得支援助成金として、本年2月末までに31名の申請を受け付け、求職者の資格取得を支援いたしております。また、市直営の八代市職業相談室では、昨年12月末までに利用者2099人、紹介状発行人数144人、採用決定者数84人の就労支援を行っております。なお、本市の有効求人倍率は昨年12月時点で 1.57 倍となっております。二つ目に、企業誘致対策事業および工業振興補助助成事業でございます。この任意事業では、雇用機会を創出することを目的として、企業の誘致や立地企業が設備投資を行う際に支援を行っております。実績といたしましては、企業訪問数が本年2月末時点で285社、今年度の工場新設は1社で、地場企業の増設を含めますと、計6社が設備投資を行い、約80名の新規雇用が見込まれております。3つ目は、八代県域つながるインターンシップ推進事業でございます。この事業では、若者に八代県域での就職を選択してもらえるように、実践的インターンシップによる企業とのマッチング支援や、企業の雇用環境の改善を促進しております。今年度は事業主体である八代県域雇用促進センター、通称フレシーの事務所を開設したほか、本事業によるインターンシップ参加学生数が43人、地場企業を対象としたセミナー開催が7回、福祉事業者を対象とした企業と学生の意見交換会を1回開催し、企業7社、学生25人に参加いただいております。その他、フレシーの会員となった企業を紹介する冊子の作成やアプリの開発を行っております。平成29年度の雇用についての総括といたしましては、企業の新設や増設など、業績が好調な企業が多いものの、有効求人倍率が高い数値で推移していることから、多くの企業が人材確保に苦労している状況が続いていると認識いたしております。続きまして、平成30年度の取り組みにつきましては、平成29年度に引き続き、積極的に企業訪問を行い、企業の設備投資や課題に関する情報をいち早く収集し、丁寧かつ迅速な相談対応を行いながら、必要に応じて補助金、その他の優遇制度に基づく支援を行うことで、安定的な雇用の確保を図っていきたいと考えております。加えて、八代県域つながるインターンシップ推進事業に、来年度から氷川町、芦北町にも参画いただくことから、さらに活動範囲を広げていくことになります。この取り組みにより、多くの若者がインターンシップや企業説明会などで地元企業を知り、八代県域での就職、定住につながる基盤を整備していきたいと考えております。以上、お答えといたします。大倉雄一君、はい。答弁の中にもありましたように、人材確保が非常に厳しい状況になっております。この人口、人手不足、を確保するためには、生産年齢人口を増やす取り組みが必要ではないかというふうに思いますが、企画振興部長、市の方ではどのようにお考えでしょうか。ポイントを絞って構いませんので、簡潔に答弁いただければと思います。宮村企画振興部長。おはようございます。おはようございます。議員お尋ねの生産年齢人口の減少に対する認識、等につきましてお答えをいたします。本市の生産年齢人口、すなわち15歳から64歳までの人口は、2015年の国勢調査では7万779人です。国立社会保障人口問題研究所による推計によれば、2020年には6万4700人、2030年に5万5600人に減少すると予想をされています。
生産年齢人口の減少は本市の産業振興に及ぼす可能性があると認識しているところでございます。2016年の住民基本台帳人口移動報告によりますと、生産年齢人口にあたる15歳から64歳までの転入者数と転出者数を比較いたしますとマイナス179人であり、そのうち15歳から24歳までの転入者数と転出者数を比較しますとマイナス447人と流出が著しいことから、若者の地元定着を図ることが生産年齢人口の回復に効果的であると考えております。ただいま経済文化交流部長が答弁いたしましたように、八代県域つながるインターンシップ推進事業に取り組み、企業と若者のマッチング支援事業や、あるいは企業の雇用環境の改善を促進をすることが、若者の流出抑制に努め、本市の生産年齢人口の増加、企業の人材確保に資するものと考えております。以上、お答えといたします。大倉雄一君に申し上げます。発言時間を超過しておりますから簡潔に願います。はい、これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。